不要不急の検査は 30% もありますと、私たち指令センターも限られた人数で受理をしておるものですから、支障が出る可能性があるということで、やはりちょっと心配なところはありますね。県内で去年受理された110番はおよそ7万7000件。このうち間違いや不要不急による通報が3割を占めていて、おととしから4000件近くも増加しています。化粧品は買ったんやけども、CM みたいに白くならないよという電話があったりですね、レストランで食事が来ない、遅いんやけどと、警察の方から注意してもらえないかとかいうふうな中にはそのような要望があったりですね。不要不急の通報以外にも携帯での誤発信が増加しています。このように電源ボタンを何度も押すと、アラームと一緒に緊急連絡先へとつながります。カバンやポケットの中で携帯電話の電源ボタンが5回押されてしまい、知らない間に110番通報してしまうケースが急増。緊急通報先の電話番号は変更可能で、機能をオフにもできることから、今一度携帯を見直すことが必要です。迷った時はもう110番してもらって結構なんです。ただし、皆さん方今一度ですね、考えていただいて、最寄りの警察署、または専用ダイヤル、その他の専用ダイヤル、シャープ910を活用していただけたらと思います。